おはようございます、上前です。ロードのワイヤレス GO2 のソフトウェアアップデートが、発表されてたので、その新しいやつちょっとアップデートしてみたいと思います。このアップデートの中でね、いろいろ改善はされてるんですけども、私にとってはもうこの一つがすごい嬉しいアップデートとなっていて、それがここに入ってるものをねエクスポートするときに、一つずつファイルをエクスポートする必要があったんですよ。選択して一気にエクスポートっていうのができなかったんで、エクスポートしてる間は待ちで、終わったらもう一個次のファイルをエクスポート。もうその点のねストレスがかなり改善されるアップデートとなっております。でもし、ね、アップデートのやり方がわからない方いたらね、今からちょっと一緒にアップデートしていくので、参考になれば幸いです。はい、ということでちゃちゃっとアップデートしていきましょう。まずはね、この付属でついてきた USB-C のねケーブル、これじゃなくても使えるやつあると思うんですけど、 USB の方をパソコンにつなげて、 USB-C の方をマイクの方に差し込んでいきます。今からアップデートしていきたいんですけど、ファームウェアがね今 1.60 全部同じですね。アップデートするとき、ここにねボタンを押してもね出てこないんですよ。一旦このアプリを消します。でアプリを削除したら、またねロードのウェブサイトからロードセントラルというアプリをダウンロードします。今ねロードのサイトに来てるんですけど、一応日本語選択してみたんですけど、ずっと英語のままなので、このままちょっと続けていきたいと思います。下にねガーッと降りていくと、ダウンロードナウっていうのがあって、これがねロードセントラルっていうアプリになります。はい、これをねダウンロードします。オペレーティングのシステムなんですかということで、私 Mac なので、MacOS ロードからで、ね、お得な情報ゲットしたいですかっていうやつなんですけど、私は別にいいので、書かないでおこうと思います。 E メール自体は入れないといけないのかな。やっぱ入れないといけないですね。そしたら今、ダウンロードしました。したらパッケージちょっと開けて、はじめにということでね、これ全部押していきます。あとはねもう全て流れに従って、最後ねインストールが完了しましたってことになるので、それでね閉じて、でアプリの中からねロードセントラルを選択して、クリックするとね、こういう風な画面が出てくるんですけど、レシーバーとトランスミッター全部アップデートしないと、この新しい、ソフトウェアが使えないよっていうことなんで、はい、これアップデートオール全てアップデートにします。ここで注意点ですね。このアップデートを行ってしまうと、今中に入ってるレコーディングされたもの全て消えてしまうということになっております。はい、でこれね、もしアップデートする前に中に入ってるデータ全部落とさないといけない人は、必ずね落としてからアップデートのプロセスにね進んだ方がいいですね。はい、じゃあアップデートいきます。あれ、アップデートできないのがありましたね。ちょっと待ってください。はい、アップデートすべてできました。なんか一回ちょっとできなかったんですけど、できるようになりましたね。はい、 OK。 みんなね、さっきのファームウェアは 1.6.0 だったんですけど、今 1.8.9 になっています。はい、これでね全部完了しました。で今回のねアップデートで、何が変わったかっていうと、今ちょっと軽く音取りをしてきたんですけど、はい、こんな感じでねずらーっと今並んでいます。で、ここにね新しく追加されたこういう四角ねアイコン、チェックマークを入れれるところですね。これで選択すると、エクスポート、ここね数字見てると分かると思うんですけど、今4つ選択されてるんで、4、5、6、選択されてる数だけエクスポートできますよってことなんです。これがね本当素晴らしいアップデートで、もともと入ってて欲しかった機能ではあるんですけど、それがねなかったので、今回、ユーザーの声を聞いてアップデートをしてくれたということですね。全部ね選択したい場合はこのオールっていうのを押すと全て選択になっております。でこのなんていうのを押すと選択がね全部解除になります。これはね部分選択しても何にすると全部解除されるようになっています。でこれがね一つの大きいアップデートなんですけど、でもう一つがね、ファイルの表示が REC1234ってなってるんですけど、この名前もね、変えられるようになりました。例えばねこれね今外で撮ってきたんで、アウトサイドとかって書いたりして、これでね外のシーンだなっていうのが分かるようになるんですけど、これなんで今英語で打ったかっていう、日本語打ちをちょっと試してみたんですけど、これ試してみると、外で打つとこういうね記号になっちゃってて、多分ね対応してないと思います。漢字とかをね出そうもんならこういう感じでね記号表示されちゃうので、言語設定するところがこのアプリがね今ないので、多分英語のみの、取り扱いになってるんじゃないかなと思います。今気づいたことがあります。ここねさっき2番をアウトサイドに変えたんですけど、なんと
一旦ここに戻ってまた戻ると全部元の状態に戻ってますね。ちょっともう一回やってみましょうか。確認のためこれアウトサイドにして、これをじゃあインサイドにしましょうか。インサイドにして、はい、これ今ここではね名前できてますよね。問題はですよ、ここから戻っていった場合はもう、はい、2番も3番も元通りのね名前になっちゃってるので、これちょっと気をつけた方がいいですね。もう名前を変えたらそこからもうすぐエキスポートしていった方がいいです。はい、じゃないとね名前が全部また元通りになっちゃうので、まあ、これがね2個目のアップデートです。とりあえずは名前が変えれるようになったっていう、はい、ことですね。でまだね昨日アップデートあるんですけど、わざとレシーバーとのね距離を空けて電波がね届かないようにしたシーンがこの赤のシーンになっているんですけど、通常ちょっと音が切れたぐらいだったらこういうね赤のフラッグで今示されてるんですけど、まあ、ある一定時間ね、まあ、10秒、まあ、ちょっとどれくらいかって厳密な秒数とかわかんないんですけど、まあ、それくらい開けるとこういう感じで、こっからここの区間は音が切れてましたよっていう風に表示してくれるようになりました。はい、前はね多分この赤いフラッグだけだったと思います。でもう一つね新しく追加された機能なんですけど、このね水色の部分、青いこういう風になってる状態っていうのは、エクスポートセレクションっていうのがあって、右クリックを押すとこのね選択できるカーソルみたいなのが出てくるので、それでエクスポートをしたいインとアウトの部分を選択してエクスポートすることができます。なのでこのファイルの一部のデータだけをエクスポートすることができるようになりました。で今ここのボタンなんですけど、赤いマークになってるんですけど、赤を選択してこうやってる場合はその赤いポイントにカーソルが行くようになっています。でもう一つね、この見える緑のマーカーなんですけど、これはトランスミッターに、ボタンがついてるんですけど、このボタンを押すとマーカーになるようにセット、してあるので、自分がこっからここのシーンは例えば歩いてるシーンでここで歩き終わりましたみたいなとか、こっからねこういう内容のことを喋ってますでここで終わりましたっていう感じでねマークできるんですけど、でこれ緑にここを切り替えるとそのマーカーにねジャンプしてくれます。はい、こんな感じで、これ前あった機能かちょっとどうかっていうのは分かんないですけど、まあ、とりあえずこういう機能もあるよっていうのだけ、はい、説明しておきます。もう一つね、ここのねプラスマイナス表示なんですけど、これも新しい機能で、まあ、拡大してねメーターを表示することができるようになりましたってことですね。細かい音声のところを見たいときに、まあ、便利なのかなと思います。アップデート後の注意点なんですけど、ここ設定のところを押したら、まあ、どういうセッティングで今このトランスミッター、まあ、送信機がね設定されてるかっていうのが見れるんですけど、これはねレシーバーも一緒です。使えるちょっと機能自体はちょっと違うんですけど、まあ、こういう感じでねセッティングのページに飛びます。そしたら設定されてるのがレコードオフで、パッド機能もオフで、ブライトは一番明るいやつで、カスタムボタンの設定がマークになっています。で、私はもともとね、これ、レコードオフにしてなかったし、まあ、パッド機能もね、オフにしてなかったんですけど、まあ、アップデートされたっていうことで、まあ、リセットされてデフォルトの状態になってるっていうのを注意しないといけないです。さっきね、一度音を取りに行こうと思って撮ってきたんですけど、何も音が収録されてなくて、それはまあなんでかっていうと、アップデート後にね、デフォルトの状態、まあ、ここがね、オフになっていたので、トランスミッター自体にね、録音がされていませんでした。はい。なので、まあ、ソフトウェアアップデート後は必ずここのセッティングをね自分の好みのセッティング、まあ、前設定していた設定とかに戻したりとかすることをおすすめします。レシーバー側も、同様だと思いますね。この辺の設定もね一度見直した方がいいと思います。ということでね、今回のアップデート内容でね改善された機能はこんな感じとなっております。無事アップデート終了いたしました。これでねまた一つ、動画の編集作業がね快適にできるようになりました。まあ、このマイクね今年買ったガジェットだったりとか機材の中でまあ1・2を争うような、お気に入りのアイテムとなっております。もしねワイヤレスマイク持ってない方、探している方ね、これかなりいいのでぜひぜひチェックしてみてください。下の概要欄の方にリンクを貼っておきます。今日はねクリスマスイブということで、私はねだいたいクリスマスイブかクリスマスの日に、まあ、どちらかにちょっと美味しいご飯を、食べるっていう感じでね毎年、過ごしてるんですけど、これ毎年なんですけど、ジミーのガーリックチキンかなっていう、チキンをねホールで、まあ、メインディッシュにして、他からねちょっと副菜を作って、あとはねプレゼント交換毎年ね家族でやってるので、まあ、それをして、まあ、楽しくねちょっと過ごしていきたいと思います。皆さんもねぜひぜひ素敵な一日をお過ごしください。ということで、動画が良かったらいいね評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で皆さんまた次の動画でお会いしましょう。